また吐いてんのかよ西野。一番のとこお疲れ様です。でも僕は状況から察するに死後1日ってとこだ。犯人はガイシャをここに連れ込み、鎖につないで腹を空かせた犬を放って立ち去った。いずれの殺害時も雨がっぱを着た不審者が目撃されてる。犯行当日はいずれも撃てる。嘘だろ。沢村さん、警察だ、見極めろ。見つけてやる。僕は表現者だ。人を楽しませるアーティストだ。西野！あなたただの人殺しよ。死刑執行。ミュージアム。沢村遥を殺せ。